ビバラジ、今日はですね、こちら吉備津神社にやってきました。どうして私が吉備津神社にいるのかと言いますと、ファジアーノ岡山とレノファ山口の試合を生中継するんです。その必勝祈願に私はやってきました。では行ってきます。体力がちょっと今からご祈祷に行ってきます。ビバラジ、ありがとうございます。いただきました。なんか心が軽くなった感じがしっかりと必勝祈願しましたし、あとこの中継がちゃんと成功するように、きちんと放送できるように、私の実況も3度目ということで成長できるように祈願してきました。心が軽くなったんですよそれが一番の感想。山口戦絶対勝つぞ。ビバラジ、こんにちは。勝ち守り一つください。ありがとうございます。ゲットしました。しっかりと勝ち守りと書かれてますよ。吉備津神社の勝ち守り、これで勝ちます。やっぱり鬼退治の桃太郎ですね。山口を退治しましょう。これが今4位ですから、自動昇格の2位を目指して残りの試合も頑張ってほしいですし、何よりこの私たちが中継をする山口戦、絶対も絶対勝ってほしいという意味を込めて。はい、では祈願トンネル渡ります。渡りました。これで私の願いも叶うでしょう勝利は我が手にって書かれてますから、山口戦絶対勝ちます。最後はですね、このおみくじで締めたいと思います。で、引くのは花みくじです。花言葉が添えてあるおみくじということで、私初めて引くんですけど、花みくじ、お花大好きなので、どんなのが出るんでしょうか。では楽しみ。なんかいい言葉があればいいですね。必勝みたいなね。あ49番ダダダダダン、ダダーン、大吉。進んで物事に当たれば運が開けますと、ちょっとね、物事にこう立ち向かう意欲ということで、山口戦にもこう攻めの姿勢でファジアーノ岡山得点をねいっぱい積んで勝ってほしいですね。なので1週間ちょっと体調管理はしっかりと行って謙虚に過ごせば山口戦は勝てるという、いやーよかった、大吉ですよ。これはもういい締めですね、これビバラジ。
ね、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。名物の桃太郎いただきます。きび団子が入ってるそうなんですよ。これきび団子入ってるうどんって初めてです。いただきます。よいしょ。うんうん、きび団子って少し甘いイメージあったんですけど、お出汁の味がしっかりと染み込んでいて、お雑煮のような味、優しい味わいですね。うどんも美味しい、ちょうどいい感じで、ね、うどんはコシが命ですから、香川県出身なんで。いただきます。これ普通の肉団子に見えるじゃないですか。なんと生地の肉団子、始まるね、生地をモチーフにされてますけど、これを食べて始まると一心同体になってアジアの応援します。じゃあいただきます。なんかちょっと生姜が効いてて柔らかい。松茸入ってるんですか。うん、こんな贅沢なうどんはないですね。鬼滅神社に来た時は皆さんお祈りをして、その後ここに立ち寄ってぜひ桃太郎を食べてほしいですね。これは絶対食べないと損ですよ。